はい、こんにちは。始まりました、フォトグリッシュです。今日はチャプター3のティファのセリフを中心に解説していきます。それでは最初のシーンに行ってみましょう。Have you been a good girl? ここは現在完了が使われていますね。で、Have you been a good girl? と聞いているので、まあ、Have PP としたら、ある過去の一点から今までという感じになるので、今までいい子にしてたかってことですね。ただいまおかえりあ、いい子にしてたぞ。マーリーンダディ、ユーホーム。That's right, Angel, I am. Welcome back. Have you been a good girl?Have been ing というのはずっとなんなんしていたという意味になりますね。 I've helped と I have been helping のこの2つの違いは、 I've helped というふうにすると動作が完了するですね。ただ I've been helping とすると今までずっとやっているという意味にできる感じです。ずっとティファを手伝ってたっていうふうに言ってるんですね。ただ日本語版はこうティファと遊んでたっていうふうに言ってるので、英語版のマリンはティファを手伝っていて、日本語版のマリンはティファと遊んでたという、違いが出ていて、ちょっと面白いですね。うん、ティファと遊んでた。Yeah, I picked up a Tifa. Oh, you did you? Well, well. You made it. これはすごく重要な熟語で、Make it というと直訳するとその状況を作り出すという意味になるんですけど、メイクが熟語を作る場合には結構ですね、こう頑張って作る感が出ますね。頑張って力を加えて努力して作る感じが出ます。なのでメイクイットがもともと持っている意味というのは、うまくいく、成功するとか、そういう意味になります。 You made it って、クラウドに対して言っているのは、うまくいったみたいだねっていう風に言ってる感じですね。日本語版はお疲れ様でしたね。で、メイクイットちょっとすごく重要な熟語なので、もうちょっと補足しておくと、広い意味でうまくいくというふうに捉えておくといいですね。なので、例えばメイクイットオンサタデーとか、まあオンの後ろに日付を取ったりすると、これでその日に都合がつく、都合がいいという意味でも使えます。で、あとはこう急いでいる時にメイクイットトゥザトレイン、メイクイットの後ろにトゥザトレインなどを取ると、電車にこううまいことたどり着いた、たどり着くという意味になるので、電車に間に合うといった意味でも使えるようになります。なので、こううまくいく、都合がつく、間に合うなどのように、ちょっとずつこう意味が広がって派生していくというふうに覚えておくといいですね。で、まあ共通して持っているイメージ、ね、他の熟語にもまあ活かせる知識なんですけど、メイクはかなりこう力強い努力を伴うイメージを持っていますね。はい、ね、これが今日一番大事なポイントですね。おお、そうかよ、よしお疲れ様。 Oh, you did you? Well, well. You made it. Where'd you get that? I can't remember the last time I saw a real one. Where did you get that? これは Where did you get that? の省略です。で、他のシーンでもこの did が dに省略されるシーンがたくさん出てきていますね。 I can't remember the last time のところは The last time、 最後の時が思い出せない、どういう時の最後かっていうと I saw a real one って言ってるので、本物の花を見た最後の時が思い出せないって言ってるので、つまりこうその花久しぶりに見たって言ってる感じですね。で、一応この The last time と I saw a real one の間には関係副詞の when が省略されています。タイムウェンなどのベタな組み合わせになるとウェンでも省略されることが多いですね。関係副詞もこうベタな組み合わせだと省略されるというふうなのが、まあ、ポイントです。うん。それどうしたの？ああ。本物でしょ？珍しいね。Where'd you get that? I can't remember the last time I saw a real one.
How sweet. When did you get so thoughtful? How sweet. で、これは How の後ろに形容詞をすぐ取ると簡単文という文になりますね。なんて形容詞なのというふうにこう驚きを表現するときに使います。で、今この sweet はクラウドの行動に対してこう優しいとか素敵という感じで使っていますね。なんて素敵なのという感じで言っています。When did you get so thoughtful の部分は thoughtful というのはもともと思慮深いという意味ですね。その辞書を引いても思慮深いが先に出てくると思うんですけど、ここでは思いやりがあるという意味で使っていますね。直訳するといつあなたがそんなに思いやりがあるようになったので、この get はなるという意味ですね。いつからそんな優しくなったの、いつからそんな気が利くようになったのという感じで言っていますね。ここは、まあ、ソートフルが結構勉強になるところなんですけど、日本語版が結構いいですよね。で、このシーンは結構好きですね。え？意外だな。クラウドこんなことするんだ。How sweet. When did you get so thoughtful?Guy can change. Has been 5 years. ここの can はですね、結構難しくて、 can はこうできるという意味がまずこう思いつくと思うんですけど、可能のこのできるという意味ではなくて、結構ですね、可能性の意味で使うことがあります。で、 A guy can change と言ってるのは、この男は変わる可能性があるさ、変わることだってあるさという感じになっています。で、ここを変わることができるというと、なんかやっぱこれから変わる感じがしちゃうので、これは可能性の意味で取ってあげるといいですね。Has been 5 years となっているのは、It has been 5 years の略ですね。これは、まあ、大学入試で言うと、何年して何年になる。で、よく出てくるのは、彼が亡くなって5年になるとか、そういう形で出てくるんですけど、これちょっと、4パターン確認しておきましょうか、せっかくなんで。で、1つ目が It has been 年月 since 何々という形ですね。なので彼が亡くなって5年になるというふうに言うと It has been 5 years since he died になります。で、もう1つが年月を主語にしたパターンで、年月 have passed since 何々という形です。これは例えば、5 years have passed ですね。で、これはもし1年だったら has になるんですけど、 has passed になるんですけど、だいたい複数なので5 years have passed で、 since の後ろは一緒ですね。 since he died というふうになります。で、同じ意味で言いたい場合に、he died 10 years ago ですね。 he died 10 years ago で、こういうふうに言う時もあるし、彼がずっと亡くなっている、5年間ずっと死んでいる状態だというふうな言い方も同じ意味で使えるので、he has been dead for5 years. He has been dead for 5 years. というふうに言います。もし受験生が見ていたら、これ結構どれも重要なので、ぜひ覚えておいてください。で、日常会話でも一応こう役に立つ表現だと思います。5年ぶりだ。少しは変わるさ。Guy can change. Has been 5 years. Huh? I need to talk to Barrett. Right. Come on in.Daddy, the Mako place blew up. Everyone on TV is talking about it. Don't you worry about all that silliness. Daddy's here and he's not going anywhere tonight. Now turn that thing off and let's get you to bed, huh? Do you mind keeping Marlene company until I'm done with this? Me? Yeah, you. Do you mind は NG とすると、これはお願いをする表現になります。これはどういうふうに考えればいいかというと、マインドの直訳を知っておかないといけないですね。で、マインドは一応気にするという意味になります。何なんすることを気にするという意味になるんですけど、あなたは何なんすることを気にしますかというのが直訳で、ちょっと何なんしてくれないという意味で使える表現ですね。で、あとですね、keep 何々 company で、これもすごく重要な表現で、company ってどういう意味があるか、覚えていますかね。一応これはチャプター1のウェッジのセリフでも出てきたんですけど、company というのは、仲間とか一緒にいることという意味もあります。
一応由来としては、カンが一緒にという意味があって、でパニーというのがパンなんですね。なので一緒にパンを食べる、でそこから仲間意識が生まれたり、同じ釜の飯を食うという表現と似ていますね。で単純に一緒にいることという意味も生まれてきています。なのでキープ何々カンパニーというと、ちょっと誰々と付き合ってあげてとか遊んであげてとか、そういう意味で使います。なので Do you mind keeping Marvin company と言っているのは、こうマーリンとちょっと遊んであげて、ちょっと話してあげてというふうに言ってるんですね。で Until I'm done with this と言ってるところは、Until は何々するまでずっと、I'm done withというのは、何々を終えるという意味ですね。え？バレットに話がある。うん、入って入って。マコールが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マリン、父ちゃん、今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して、ねんねんしような。片付けが終わるまで、マリンの相手してあげてて。俺が？もちろん。は？ I need to talk to Barrett. Right. Come on in. Daddy, the Mako place blew up. Everyone on TV's talking about it. Don't you worry about all that silliness. Daddy's here and he's not going anywhere tonight. Now turn that thing off and let's get you to bed, huh?Do you mind keeping Marlene company until I'm done with this? Me? Yeah, you. Yeah, yeah, your money. Ask Tifa. She takes care of all that. Think you're doing scaring my daughter like that? Daddy says never talk to strangers. That's right, honey. I do say that. What a good girl you are remembering Daddy's lessons. You know what else good girls do? They go to bed on time. Come on. But I'm not tired. I want to talk some more, Daddy. All right, but just this once. So then, what can I get you? Get 人物とすると、人に物を与えるという意味になるんですね。なので、ここでは What can I get you? というふうに言うと、何にするっていう感じになります。で、何が私に、あなたに与えられるのというのが直訳になっていますね。報酬の話はティファとしてくれ。会計担当だからよ。なお、今回の攻撃に対する反抗中心ああてめえ！マリンに何しやがった！知らない人とは喋っちゃダメって。え？偉いぞマリン、父ちゃんとの約束忘れなかったな。偉い偉いぞ。じゃあお休みの時間も守らないとな。父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる。Yeah, yeah, your money. Ask Tifa. She takes care of all that. Think you're doing scaring my daughter like that? Daddy says never talk to strangers. That's right, honey. I do say that. What a good girl you are remembering Daddy's lessons. You know what else good girls do? They go to bed on time. Come on. But I'm not tired. I want to talk some more, Daddy. All right, but just this once. So then, what can I get you? My money. I'm still waiting on it.
はい、ここで今日は終わりにしたいと思います。一応これまで結構こう1本作るのにかなり時間がかかっていたので、まあ、細かく作っていって更新頻度を上げていきたいと思っています。引き続きどんどん更新していきたいと思いますので、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。